おはよう。今日もね、大量に毛が取れました。ご飯用意してたらね、今日もネイルさんが見に来ました。よし、散歩行こうか。よし、今日はね、いつもよりね、早くね、目が覚めました。目覚ましね、いつも4時に設定しているんですけども、3時半ぐらいに目が覚めまして、いつもよりちょっと街のね、雰囲気がね、違う気がします。まだね、世の中寝静まっているような感じしますね。めっちゃ元気やな。すごい音。虫の音するな。よいしょ。よし、お味噌汁ってほんまにすごいですよね。すごいダイエット効果があるなって改めて思ったんですけど、お味噌汁単体でもね、全然太らへんし、こう空腹の時にね、お味噌汁を一杯飲むと結構紛れるんですよね、空腹が。今さっきも、まあ朝起きてね、やっぱりちょっとお腹減るわけですよ。ちょっと散歩行ったりとかしてたら。でもお味噌汁を飲んだら本当に今何も食べたくない。何にもいらん。ちょうどいいから。これがお味噌汁ダイエットの効果やな。おはようございます、たかしです。今回もご視聴いただきありがとうございます。めちゃくちゃ涼しい。昨日はね、なんか結構びっくりするぐらいの豪雨があって、雹みたいなのがブワーって東京はね降り注いでました。そのせいでね、めっちゃ気温ガーンって下がったんですよ。で、今の朝もね、まだ涼しいって感じですね。なんかお昼に向けてはね、もう通常通り戻っていくみたいなんで、めっちゃ暑いね、気温になりそうですが。またおった猫ちゃんが。めっちゃ見てる。いや、夏のね、朝ね、めっちゃ遭遇するんよな。学校にまた忍び込んでる。何してんの、おいで。来るわけないか。耳ピョコピョコしてる。
っしゃ、朝日が綺麗。向こうの空めっちゃ綺麗やねんけど、徐々にね、明るくなっていってます。帰ってきたら超甘えてきました。めっちゃ珍しいな。なんとか来ました。来たよ。はい、シャワー浴びてきました。あー、すっきりした。今日のスケジュールはですね、なんとね、新宿の隣の駅ぐらいのところにね、行きます。まあ仕事がね、そこであるんですけど、なんと久しぶりにね、バンドのレコーディングをね、結構長時間することになってます。ドラムのね、録音して、で、サックスの録音とかあったり、で、ボーカルの録音とかもね、あったりするんですけども、基本的にはその鳥ですね、録音の仕事が今日ありますので、新宿方面にね、行きます。以前ね、一度レコーディングスタジオ内見に行ったことがあるんですけど、そこはね、実際予約してね、使うことになったんで、行っていきたいなと思います。で、問題なくそれが終われば、まあ普通に、まあ夕方以降にね、帰ってこれますんで、いつも通りのね、ルーティーンで、この子たちとね、過ごしたいなと思います。どうした？すごいことなってる。よし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 。こちらはね、枕に寄り添ってますね。相変わらず。はい、準備できましたんで、これから仕事向かいたいと思います。今日もね、元気に行ってきます。じゃ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 ん。はい、ゆうさん。はい、みーちゃん。はいよ。空がめっちゃ綺麗です。青い雨上がりの超綺麗な感じ。まだね、暑くなる前って感じっすね、今日は。今日はね、結構長丁場な感じなんで、お昼食べる暇ないと思うんですよね。なんで、松屋さんで朝食っていきたいと思います。地下鉄ってなんでこんな風強いんやろ。強い。うはい、仕事終了しました。めっちゃ精神力使った。顔がもう死んでるもんね。なんか体中の力が抜けてますわ。久しぶりにね、いろんなところに神経集中しながらね、長時間作業しました。帰ってね、ネルさんとメイちゃんしっかりお世話してから、ちょっとゆっくりしたいと思います。はい、ありがとうございます。よいしょ。ただいまー。よいしょ。よいしょ。ただいま。ただいま。うん。ありがとう。持ってきた。うん。よし。散歩行こうぜ。
あ、ごめんなさい。すみません。よし。はい、分かる。いいでしょ。いいね。はい。よし。お散歩で走りだな。はい、夜になったということでね、夜の散歩しに来てます。むっちゃお腹減ったから、なんかね、最後食べて帰りたいなと思います。でね、今日ね、久しぶりにね、仮眠を2回したんですよ ね。そうするとね、めちゃくちゃやっぱね、体調に余裕がありますね。僕のね、睡眠スケジュールはというと、何年か前にね、ショートスリーパーのね、本読んでからずっと実践してるんですけど、必ず朝4時に起きているんで、まあ3時間から5時間ぐらいですねの時間寝てるって感じですね。で、朝のね、家出る前に必ずね、仮眠をとっているんですよね。40分のタイマーを設定してて、でそれやったらね、基本的にはね、夜まで全然眠さがあまり来ず過ごせます。むっちゃ風強いんよ、なんか今日。いい感じに体力が回復したからね、もう一作業してからね、ゆっくりしたいなと思います。今日はね、ちょっとアニメもね、見たいからね、いろいろと呪術廻戦とかね、物語っていうアニメとかね、最近よく見てます。それではそろそろ終了したいと思います。めいちゃん、今日も本当に可愛かったね。そしてねるさん、何してんの今日も癒されたわという方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。